やあやあ皆の衆、我が輩は幕末維新佐賀の八賢人をもてなしたいの大隈重信である。本日は我が輩のことをよく知ることができる3つの物語を紹介しよう。まず1つ目は鬼の首あげい。登場する賢人は大隈重信、島義武、江藤新平。時は1868年明治元年2月、大阪へと向かう船の上から物語は始まる。その当時31歳の我が輩は長崎で繁盛しておった。するとな、いきなり中央政府から英語ができて鼻っ柱の強い男はおらんかと声がかかってな、急に大阪に来いと言われたんじゃ。わしはな、長崎で古べき先生から英語を学んでいたんじゃ。それにな、行動館では議論に熱が入りすぎてしもうて、南北の領を真っ二つに分ける大乱闘事件を起こしたこともあった。当時エゲレスは貿易という名目でことごとくアジアの国々を植民地にしてきた。赤鬼と異名を取るほど恐れられたイギリス公使ハリー・パークスの交渉相手にわしが大抜擢されたのじゃ。大阪に向かう船の上では島義武先生や江藤新平と遭遇するのじゃが、江戸で恫喝事件を受けたパークスは烈火のごとく怒っている。下手したら殺されるかもしれんという噂を聞かされ、身震いがしたものじゃ。しかし国を守る日本の在り方は自分たち日本人が決めるべきという精神を持って大阪東本願寺に降り立った。そして延々6時間にわたる大激論を英語で交わし、この日の本の国益を守り切ったのじゃ。次に紹介する演目は丸ボーロ。登場する賢人は大隈重信、大北加藤、副島種臣。時はそれから28年が経ち、1896年春、クスノキの緑がせいせいと風にそよう頃、わしは実に30年ぶりに母上のお墓参りのために佐賀に里帰りしたのじゃ。ある朝何も食べずに歩いていると、与賀神社の先の方のお菓子屋鶴屋に立ち寄ってな、丸ボロという大層うまい菓子に出会ったのじゃ。そして翌年秋、紅葉が目にまぶしい頃、早稲田の接待に藩校行動館時代から幼なじみであり、すでに政界を引退された大北加藤先輩と副島種臣先生をお招きして相談をすることにしたのじゃ。ちょうど丸ボーロの鶴屋のご主人善吉さんも訪ねてきてな、焼きたてほやほやの丸ボーロを振る舞うことができ、おいしく召し上がってもらった。政界の頂点に上り詰める前に、庶民の粋な計らいと久々の先輩たちからの教えにより、人のために弱い者のためにという国づくりに抱いた初心を思い出すことになったのじゃ。そして1898年、我が国初の政党内閣を組織し総理大臣に就任したんであるんである。最後に紹介する物語はな、国場錦で、登場する賢人は大隈重信、佐野常民、そして日本青年団の父と言われた田沢義晴という男じゃ。11年の月日が流れ、1907年、矢に下り早稲田大学の総長に就任した我が輩は佐賀賢人会の年に一度の大集会で演説をした。終えた際にな、突然東京大学法科の田沢青年がわしに話をしに来たのじゃ。わしの志を継ぎたいという若者に、我が輩はくれぐれも立身出世して故郷に錦を着て帰るなんてちっぽけなことにとらわれてはいかん、己を育ててくれた佐賀鍋島藩の精神も盾糸に、時代や仲間との出会いを横糸に錦を紡ぎ、
故郷を錦でいっぱいにするという教えを説いたのじゃ。次の世代へと学びを受け継ぎ、今なお色あせぬ錦を紡ぎ上げた佐賀の男たちの物語じゃ。我々幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊は、毎週日曜日1日5回、週替わりの演目で史実に基づいた歴史寸劇を上演しておる。佐賀に来るなら日曜日がいい。待っておるぞ。